皆さん、おはようございます,ではす。今日はですね、あ、サザエさん、皆さん、見たことあるでしょうかはい。確か去年で50、長谷川町港50周年迎えたんですね、美術あの、サザエさん放送が、確か。1969年に放送されたかな、多分。はい。まあ、サザエさんの家族、まあ、 サザエさんは前から確か磯野だったんですが、磯野サザエさんとなったが確かマスオさんと結婚して確か関西出身のあのマスオさん。結婚してまあ、フグタになったんですね。はい、フグタ、はい。一緒に暮らしてました、はい。フグタサザエさん、フグタマスオさん、そして生まれたのが3歳の子。フグタタラオですね、タラオ。はい、タラちゃんですね、はい。磯野家確かナミヘイさんとあの船はい。 あとは、カツオ、小学5年生、小学3年生の私かワカメさん、はい。この7人家族が、はい、生まれたんですね、はい。その7人家族、実は、もう一人子供がいたんです、はい。フグタケ、はい、もう一人。それはもうちょっと先の話だけども、えー、確かドラマでやってましたね、実際のドラマ版、はい。磯野家の人々放送されましたね。 サザエさん確か20年後確か44歳くらいかな。マスオさんも。はい。大体そんな年くらい。ナミヘイ、フネイさんがおじいちゃん、おばあちゃんの年ですね。高齢化になった。はい。そしてカツオが確か、えー、11歳から31歳くらい。ワカメちゃんが、えー、29歳。ターちゃん3歳に,に23歳くらいの年ですね。大体いい。はい。 では、磯野家の人々、どんな人か。生まれた20年後、確か高校生の子、あの、フグタヒトデさんですね、ヒトデさん、はい。女の子、はい。ヒトデさんが生まれてるんですね、確か、はい。アニメでも、アニメとか漫画にありましたけども、実は去年のドラマ、磯野家の人々で、フグタヒトデさんが初めて出てたんです。実写版で初めて、はい。アニメでは全然出てないんですが、もう、初めて出てました、ふぐたヒトでさん、はい。 確か、フグ田博枝さん、高校生ですね、確か、はい。今、サザエさん、普通に主婦やってまして、20年後、マスオさんは確か、あの、海山商事の確か、管理職、勤めてましたね、同僚のアナゴくんと、アナゴさんと、はい。確か、船さんとナミヘイさんは確か、平和に暮らし、定年を迎え、確か、暮らしてたんですね、はい。定年迎えて、はい。 囲碁将棋やったりですね。船はまあ裁縫とか、はい、料理ですね。いろいろ家事ですね。はい。カツオさんは確か、えー、料理やってましたね、料理、シェフ。はい。ワカメさんが、えー、確か、ブラインファッションデザイナーかな、確か。タラちゃんは確か、就職、浪人のままだかな。ようやく仕事先が決まりまして、ようやく実現しましたね、はい。 他に、サザエさん以外でも、はい。三河屋さん、確か三郎さんも,も三河屋さんまだ続いてましたね、はい。裏のおじいちゃん、おばあちゃんも、まあ、長生きしてますね、はい。長生き、はい。あとは、まあ、他に、わかめちゃんのクラスメイト、ゆきちゃんらわからないですけども、磯野くんの方、はい。クラスメイト。花沢さん、確か、不動産屋の、あの、後継にあの、してたんですね、あと。 確か、えー、かおりさんと、誰だっけ早川さんは分からないです、そこまでは。はい。中島さん、なんか仕事してましたね、なんか、そこまでは変りませんけど。えー、他には、えーだ、思いつく限りでは、まあ、えー、いくらちゃん、確か、大学生ですね、大学生、いくらちゃん、はい。名門大学でなんか発明家、科学、 発明家かな、確か。発明家を目指してるんですね、確か。のりすけさんもまだ仕事してましたし、えー、タさんもまだ、あの、主婦やってますね、はい。まあ、こんな感じかな、ざっくり。はい。確か、その家じゃない、磯野家、フグ田家、家族増えましたね、確か、はい。人トさん、まだアニメには出てないんですけども、実現してほしいです、はい。 願ってます忙けの人々ももちろんご覧になりました。はい、感動の涙でした。はい、というわけで50周年は過ぎましたけどもサザエさんの裏話でした。バイバーイ。